きチャンネル。こんにちは。さあ金曜日、ソーチェックのお時間でございます。ということで、今日はですね、パリーグが1試合しかないので、また、撮影は撮れる時に分割して行うっていう佐々木スタイルで、時間の有効活用で行ってみたいと思います。今回ね、火、水、木のね、3連戦のチームもありますし、1試合しかなかったチームもありますし、2試合のチームもありますけども、すべて振り返って、交流戦までの一番大事なプロ野球をですね、ここでどう繋げていくのかっていうところを佐々木が総チェックしてお伝えしていきましょう。さあ、ということで、今週1試合しかありません。5月10日、雨天中止、5月11日2対0と、ソフトバンク西武戦、なんと東山、ノーヒットノーラン達成グーッ流星からスパイラル。コンプリートです、ここですよ。ね。84人目ということでね。素晴らしい。9回97球、ノーヒット、6三振、2四球。しかも2つのダブルプレーで、計27打者という準完全試合でございます。ね。ストレート、フォーシーム、すごい良かった。フォーシーム良く。で、そっから同じ軌道で進化、カットボールと投げていくことによって、バッターが打ち損じの山を築くっていうところでね、非常に素晴らしく、ね。だから回は、千賀に続いて、ノーヒットノーラン達成ということで、回も、グッ、ナイスリード。ね。で、西武先発、隅田ね。6回96球、6安打5三振、2四球、2失点と、もうこちらも非常にね、グッピッチ。ね。まあこれは仕方ない。ノーヒットノーランだからね。でも6回をね、2失点で収めていくっていうところでは、非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。このね、3回裏ね、ソフトバンクの攻撃、リチャードがフォアボール出て、回が送って、1番に繋げて、三森三振するけども、今宮がね、低めの、ほぼボール、ね、しっかり打って、タイムリー。で、その後柳田のね、タイムリーツーベースと、こう、ツーアウトからね、しっかり2点を取って、もうあとはね、東山のオンパレード。ね。こちら、ノーヒットノーランの試合は、そんなに、ね、解説することないです。もう、東山、回、グッド。これで、すべてが終わります。ということで、こちら、1試合しかなくですね、あ、宮崎の、雨の中でのスライディング、よかったっすね。ドロンコ、西武のみんなも、よかったし、ね。しかも、藤本監督だ、首脳陣はね、バスで移動。主力が、ね、選手は飛行機で、ね、俺たちは疲れてもいいや、っていうね、そういう配慮も素晴らしかったな、と思います。ということでね、結果、1勝で、ソフトバンクの勝ち越しでした。続いては日本ハムオリックス。10日2対4でオリックス。11日5対2で日本ハム。1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども。まあオリックスはね、コロナで離脱者続出っていうね、コーチまで続出っていうところで、まあその中で5月10日2対4で勝利して連敗ストップっていう形になりましたけども、オリックス先発山岡。8回110球、7安打9三振、無四球2失点と、まあ5月10日現在 0.89 防御率なんとパリーグ1位でございます。素晴らしい。まあ、ここで2年間は怪我で苦しみながらっていうところでね、今年はほんと素晴らしい。まあ、カットボール、スライダー、縦スラっていうね、この3つのスライダーで変化球の中でも緩急をつけていく。基本はね、ストレートと変化球で緩急をつけていくんだけども、この変化球同士で緩急をつけていくっていうところの高等な配球で、あと、投球で、ね、ストライクゾーンの中でも、このね、前後の揺さぶりというところで、バッターのね、タイミングを外していくっていう形では非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。でね、調子自体はね、そんなに良くなかったと思う。全体的には、球もちょっと高めに浮くことも多かったし、もうちょっと調子いい時は低めにどんどん決まっていたところ、まあ調子で、ね、自体はそんなに良くなかったと思うけども、まあ無四球っていうのはさすがでございます。グッピッチ。ね。で、日本ハム先発加藤。5回107球、6安打5三振、無四球3失点と、まあ、投球自体はね、悪くなかったし、しっかり試合を作るっていう部分ではね、まあ、先発の役割は最低限果たしたんじゃないでしょうか。その中でもね、オリックスは初回、ワンアウトから、ね、人が来ました、大城。2軍ではあんまり打ってなかったけど、大城、ね、チェンジアップをセンター前。で、この時、次、中川3番、エンドラン、空振り、バーッと、空振りして、まあ、若干外されたけどね、でも、大城、盗塁セーフ、グッと、ね。で、その後、ツーベース、レフト打ってタイムリー。で、ツーアウト一三塁から、一塁ランナー、ね、ライト、前ヒットで出た宗。三塁ランナー中川。ここで、ダブルスチール成功。グッて。もう、投げた瞬間、キャッチャーが投げた瞬間、サードランナーの中川はもう一目散にホームへっていうところでね、もう投げた瞬間、もうこの作戦は決まったなっていうね、やられたやり返す。ダブルスチールだっていうね、中島監督の意思をね、感じましたね。で、ここでランダムプレーになって、石井がね、ファーストランナー宗の背中に、真ん中に当てるっていう、パッと。
まあその後ね、失点しなかったらよかったけど、そういったところもね、ちゃんとしていかなきゃいけないっていうね。で、日本はね、4回裏、ワンアウト1塁から野村がね、変化球をね、引っ張り込んで、レフトでね、ツーランホームラン。追い上げるも、オリックスはね、9回、ワンアウトから伏見、ショートゴロ、水野突っ込んできてファンブル、バーッね。で、しかもそれを見て、センターに転がっていった、それを見て伏見が、一目散にセカンドへ、ヘッドスライディング、グーッナイス、それ。で、ワンアウト2塁になって、野口がね、外野前進してるところでね、ライトオーバーのツーベース。この1点がね、大きかったね。結果、まあ、連敗脱出というところでね、そういう大城、中川、ね、伏見のナイス走塁からで一番野口のタイムリーっていうところではね、いろんな選手が頑張って連敗ストップという形になりましたね。で、11日、日本ハムがね、5対2で勝利っていうところですけども、日本ハム先発金子ね、5回69球、4安打3三振、1四球1失点と、まっすぐスライダー、フォーク、チェンジアップ、カーブ、カット、シュートと、もう持ち前の多彩な球種を使って、丁寧に低く、丁寧にコースにっていうところで非常にグッピッチだったなと。まあ凄みはね、正直前世紀に比べたらやっぱりなくなった感はあるけども、非常にね、丁寧にね、技術を駆使してテクニカルにね、抑えていく投球っていうのは素晴らしかったんじゃないでしょうか。オリックス先発ね、ワゲスパック5回106球9安打7三振2四球1デッドボール5失点と、まあ立ち上がりね、制球定まらない中で真ん中への投球がね、集まって、そこを通打でいきなりね、5失点初回ね、2点、2回3点とね、5失点したのはちょっと大きかったかなと。あと、クイックができず、ね、5盗塁許し。これはちょっと改善必要だね。まあ、中島監督も、まあ改善やらしてるけども、ピッチングが守らなくなったらやらなくなるっていうね、まあそこをね、もうちょっと練習する。日本ではクイックできない外国人は通用しない。ね。で、まあ1、2回ね、エラーも重なりね、失点っていうところでね、まあ、初回、1番松本センター前ヒット。で、ここで盗塁。で、中島内安打。で、清宮の時に、また一三塁から長島が走って、清宮三振。で、野村フォアボールで、ワンアウト満塁から万波三振で取るけども、アルカンタラを押し出しのフォアボールで出してしまって、で、浅間の打球ね、これファーストゴロ、バレラファンブル、バーッ。あれ取ってたら一失点で終わって、流れ全然変わってたよ。ね。で、まあ、セカンドランナー野村はね、ホーム帰ってきてアウトになったけども、これはね、いい走塁。アウトは仕方ない。もうこのね、バレラのエラー、痛いね。そして続いて、2回、ワンアウトから宇佐美レフト前。で、ここでね、中川をファンブルしてセカンドビッチは、バーッね。で、松本デッドボール。ね、中島三振取って、2アウト1塁から清宮がね、低め、ね、すくって、ライトへね、2点タイムリーツーベース。で、その後野村がね、タイムリーヒットで続いて、計3点で5点。ね。この相手のミスもね、あるけども、日本はもね、そこでパンパンパンと連打をね、出してこの5点取ったっていうのは非常に、大きかったかなと。ね。で、まあ、あとはね、クイックがね、できてないと思えばね、日本ハムはね、初球から走っていくっていうね、こういうところはね、しっかり準備ができてた証拠だね。そう、以前からミーティングとかね、準備がしっかりできてきたことによっての、一発目から走れるっていうところでは、非常にね、グッドソーリーだったかなと。で、オリックスはね、5回、ワンアウト2、3塁から野口のね、ファーストゴロの間に、まあ、1点を挙げるっていうところでね。で、6回、頓宮のね、犠牲フライと、まあ、2点、まあ、でも、5失点がね、痛かったね。あと、エラー3つ、後悔戦ね。まあ今ね、ほんと、離脱者多いけどね、これは逆に言ったら、選手にとってはチャンスだからね、それをどこまでものにできるか。あと、日本ハムはね、ビッグボスの、10日の試合終わってからの、勝つがね、効いたんじゃないのかなっていうね。この勝つがね、効いてね、この、しっかりね、振っていって結果を残せたっていうね、これがどこまで続くのかっていうところはね、期待して見ていきたいと思います。結果、1勝1敗の5分でした。続いて、楽天対ロッテ。5月10日、7対0で楽天ということで、楽天、田中マー君。9回107球、4安打7三振、1四球無失点、NPB 復帰、初完封、グッピッチン。ねえ。まあ、球数も少なくね、火曜日で完投するっていうのはリリーフピッチャーにも本当優しいし、しかも球数もね、107球、9回入るまでね、90球台っていうところでは、非常に省エネでね、非常に素晴らしいエースのピッチングだったかなと。で、まあ、ピンチを作るもね、ピンチを作った時には、スーパーマークになって、コース、低め、きっちり投げて、抑えていくっていうところでは非常にグッピッチンだったかなと。で、ロッテ先発大島。7回3分の1、139球、7安打2三振、3四球5失点、自責点4ということでね。まあ、7回投げ終わって、正直交代でよかったね。あれちょっと投げさす意味はちょっとなかったかなと思いますけども。まあね、そこ途中で交代して、ね、2軍で状態良かった横浜が上がってきたけども、ランナーを出してからの交代で、ポンポンポンと打たれてね、計5失点してしまいましたけども、まあ、自チームのミスでね、足を引っ張り、投球自体はね、非常にグッピッチだったと思います。継続してね、頑張っていくしかない。ね。まあ、ロッテはね、5回表、レアードがね、レフト前、吉田がね、ライト前と、ノーアウト1、2のチャンスを作って、次山口ね、どうするのかっていうところを見てたけども、ここでね、バント。
もう1回目のファールのバンド見た時点で、これ絶対無理やなと思って。で、2回目もバンド。で、最後バスターに切り替えて、飛びついて三振。もう、バスターすんな追い込まれて、サイン、バスターのサインが出てたら別だけど、もう、その、練習してないだろ。そんなバスターの。ね。そういうのにそんなことやって、いい結果生むわけないのよ。山口のいいところっていうのは、フルスイングしていくところがいいところで、その前もね、千賀からタイムリー打ったり、あんなバスターとか、やんなくていいのよ、そのまま。打ちに行ってね、どうなるかっていうところの勝負してほしかったし、まあ、そのね、バンドができないっていうところでは、山口にバッと。ね。でも、結局、ちゃんと練習させなきゃいけない、チームもね。あのバンド見てたら、もう練習多分、真剣にしてきてないような気がする。っていうところではね、まあ、それで、エチェバリアその後、ショートゴロ。で、柿沼センターフライと。というところで、チャンスを生かしきれず。で、7回にもね、佐藤、ショート悩んだ、どん詰まりでね、ピッチャーの頭を越えて、まあ、アンラッキーのね、楽天からしたら内野安打で出て、イアス、で、レアードがフォアボール。で、ここでね、安田、先ほど、山口バンドだったけど、ここバンドかどうなんだというところで、打ちに行って、センターフライ。引っ張れ、引っ張れ、最低でも三塁生かさなきゃ、その前の時のライト前打ったみたいに引っ張らなきゃ、追っつけてどうすんだよ。で、その後山口ね、543ダブルプレー。バンドしても決めきれなく0点。強攻策出たら打てなくて0点。どっちも0点。なすすべなし。で、楽天はね、5回裏、ワンアウトから黒川センター前。で、辰巳がライト前で黒川三塁まで行って一三塁。で、ここで隅谷がね、セーフティースクイズ。それはキャッチャー前転がって、かけるま取って、2-5、タッチアウト。あれ隅谷で、ボール球だから、やっちゃダメだよ。あのセーフティースクイズはストライクだけでいいんだから、あれちょっと無理やりやりすぎたね。でもそっから西川フォアボールで、ツーアウト満塁だって、銀次がねショート記録上は内野安打タイムリーっていうところだけども、代打銀次ね、エチェバリアバーッと、もう1億円もらって守備売りで守備できなきゃないよ、使い道が。あれぐらいプレーしてやらなきゃ、小島がかわいそうね。で、その後浅村ね、高め浮きたくないと、低め投げなきゃって、チェンジアップ低め投げたらノーバンなのに、股の下抜けていく柿沼バッと、もう小島が不憫、もう足引っ張られまくりでね。まあこのここね、しっかり0点乗されてたらどうなってたかわからないところでね、ちょっと味方に足を引っ張られ、でね、8回にはね、楽天がもう一気に、キャッチャー松川に代わって山崎フォアボールで盗塁されて、で浅村エチェバリアンでね、フィルダーチョイスによるオールセーフ。なんであれ三塁投げた、ファーストだろ、まあ、普通に考えたら。でもノーアウト一三塁から、島市ファーストゴロ。でこの間にも浅村に走られて、でマルモリホスタイムリー。これマイルモリホスで、まあもう仕方ないか、もうここまで来た負けてるからね。で、鈴木大地アウトになって、黒川フォアボールで辰巳、住谷、タイムリーヒットで、まず辰巳にも走られて、もう走られまくりね。で打たれまくりで計5失点惨敗です。ロッテからでした。楽天は完勝です。続いては、5月11日、1対3でロッテということで、楽天11連勝でストップ。ロッテ5連敗でストップという試合になりましたけども、楽天先発藤井ね、4回3分の2、85球、5安打2三振、3四球、3失点と、まあ、いい球と悪い球はね、ちょっとはっきりしすぎてたかなと。あと、ストライクボールもはっきりしてて、ちょっと苦しい投球になったかなと。あとはね、こう配球的にもちょっとインコースの球がね、左右、関わらずインコース球も少なく、まあ、キャッチャー隅谷からすると多分ストライクをアウトコースで整えてから一発勝負でインコース多分行きたかったんだけども、アウトコースでストライクをとかカウントを整えれないからインコースに行くタイミングを見失って、アウトコース中心になって、まあそこをね、藤井も制球しきれず、最後はねちょっと福田、そして岡っていうところに狙い撃ちされたかなっていうね。最後のね、彼のレアードみたいに早めにインコースね、使ってたらもうちょっと状況が変わってたかもわかんないけど、そこら辺ちょっと反省だね。リードも含めてね。でも、投球自体はそんなにね、悪くなかった。ちょっと微調整は必要だけども、次回登板ね、期待できるんじゃないでしょうか。で、ロッテ先発ね、河村。5回80球、3安打3三振、3四球無失点と。まあ、先週ね、河村で勝ってから5連敗してきて、河村がね、連敗ストッパーになったけども、低めね、ストライク、ストレート、取ってくれなかったけども、辛抱強く低めに投げ切って、そっからフォークボール落としたりとか、左バッターに対して、外すらね、外すらでカウントを整えながら、うまく攻め切ったっていうところでは、非常にね、グッピチ、良かったんじゃないでしょうか。ね、あと4回岡がね、チャンスで外スラをね、左中間やんで、福田がねアウトコースのストレートセンターへというところで、この3点ワンチャンスを生かすっていうね、この時しかチャンスなかったからね、ロッテは。まあ、だって10日も4安打で、この、11日も5安打だからね、まあ、ワンチャンスをよくねものにしたかなと。
で、楽天はね、3回裏、1塁ランナー山崎、3塁ランナー武藤と、足が速い2人が出て、で、バッター浅村と。で、この時解説ね、東日本放送で解説しましたけど、ひょっとしたら何かあるかもしれないっていうところでね、盗塁アウトになるんだけども、これダブルシールで武藤が通しきれなかったのかな、スタートと思ったけども、試合後のね、石井監督の話では、グリーンライトを出してて、自分の作戦がミスだったと。自分のミスでチームに迷惑かけて申し訳ない。こんなコメントが言えるの、石井監督、よって素晴らしい。でも、これをね、裏を返せば、山崎ね、グリーンライトっていうことは、あの状況で、浅村、絶対セーフになるタイミングじゃないと走っちゃダメなんだよね。それを最後スライディングもしないで、なんか中途半端なアウト。あれ止まるんだったらもっと早く止まって、なんとかホームも行けたし、行くんだったらスライディングしないと、あの中途半端なスライディング、走塁、グリーンライトっていうことは選手を信頼して石井監督も出してるのに、それに応えられないと、ベンチの信用が山崎からどんどんなくなってくるんだよね。で、しかも、選手を攻めるわけじゃなく、自分を攻めるっていうところは、もう山崎に対して、この諦めとかね、もうこいつはこんなもんなんか何も考えてないんかってね、思われるから、そこはね、もうちょっと頭使って、状況、ね、自分の自身、ね、タイミング、全部理解した上で、走れる時に走らないと、何でも走っていいわけじゃないからね、グリーンライトっていうのは。そういったところでは、ああいうことやってたら、ちょっとベンチの信頼がね、ちょっとなくなっていくんじゃないのかと。でもね、明らかに選手にね、問題があるように俺は思う中でね、ああいう発言をした、石井監督の、姿っていうのは素晴らしいし、でも、あの奥底にあるのは、おいおいおいと。監督にあんなこと言わしてるけど、全体的にお前のミスだろうっていうのを、より理解さすための発言だったような、かなり奥が深い、感じがするんですけど、皆さんどう思いますかね。で、その後もね、5回、ランナー一三塁からね、守備隊のセーフティースイングがピッチャー前に転がってね、ホームでアウトっていう、若干ちょっと攻撃がね、その山崎の盗塁、守備隊のセーフティースイング、ピッチャー前ね、その前日はね、キャッチャーゴールになったからちょっと強みにって言ったらコース狙わないでね、ピッチャー前に転がって完璧にホームでアウトになって、得点ね、しきれずで、ね、で、8回裏にね、島内のね、タイムリーが出てるっていうことは、この前半にね、ちょっと1点でも2点でも取っとけば、ひょっとしたら流れがね、変わったっていうところでは、ちょっともったいない敗戦になったかなと。でもね、ロッテは連敗ストップというところでね、今日の試合どうなるのか。今日の試合はね、まだ今日12日のね、朝だからで、今日の試合はまた終わったら撮ります。ね。これはちょっと時間短縮のために今撮ってるだけで、続きはこの後で。さあ、ということでね、試合が終わりましたけども、5月12日、2対5で、ロッテ。ということでね、ロッテ先発三馬、今季初勝利ということでね、6回99球7安打4三振、1四球2失点と、まあ、やっとと、まあ、これまででもね、非常にいいピッチングしてて、まあ、援護もなくね、ちょっと勝ち星がつかなかったですけども、やっと勝利。グッピッチ。ね。で、まあ、楽天はね、岸、6回3分の1102球8安打3三振、1四球4失点とね、ちょっと甘みに入ったところをね、この2回の表、この岡のね、ホームラン。これでね、ちょっと流れがね、悪くなかったから、若干まっすぐな、甘みに入って、それをね、岡がフルスイングっていうところで。で、その後ね、4回、マーティンのライトフェンス直撃のツーベースから、最後エチバリアがね、タイバリー打つんだけども、マーティン、岸のインコースね、ちょっと胸元のまっすぐを、あれ引っ張り込んで、レフト、ポール際、フェンチョク打ったっていうのはね、ちょっと状態上がってきそうだね。やっぱこれ抹消されるまでっていうのは、ストレートに全部差し込まれてて、ファールにしてて捉えられないっていうところが、続いて打てなかったんだけども、やっぱそれをどうにかなるかっていうところでね、抹消して帰ってきて、インコースの速い球をファールにしないで、しっかりね、捉えれたっていうのは、ちょっと登ってきそうな、もう、この週末ぐらいホームラン1本はね、最低でも打ちそうな、気がします。で、その後ね、5回裏、辰巳フォアボール。で、山崎がね、タイムリースリーベースを打って、で、西川の時に、見回りの冒頭で3対2になるんだけども、あれはね、松川、バッと。スライダーがね、すっぽ抜けて高め行くんだけども、低めのワンパンばっかり気にしてるから、上万が一来た時に反応できないんだよね。だから気持ちとしては、8-2 ぐらいで上も置いとかなきゃいけないんだよね。そういったところがしっかり把握できると、あれはね、しっかり取れる。ね。取れない球じゃなかったんで、そういったところの意識の問題がね、下にばっかり行くから、ああいうことになるということで、バーッとね、ここで1点差になって、で、楽天としてはこの6回裏、ね、ワンアウトから、島内、マルモレホスのヒットでワンアウトに三塁になって、黒川セカンドゴロね、三塁ランナー帰ってこれず、で辰巳センターフライで、ここで1点でも取ってたら流れが変わって楽天がね勝ってたかもわかんない。これがね楽天にとったら一番の、キーポイントだったかなと
でね、ロッテは7回にね、ワンアウト三塁から高部のね、セカンドゴロ、エチェバリアがね、ギャンブルスタート、ナイス走塁でね、1点取って、で、8回にね、レアード一発、レアードもね、一発出たんで、ここからトントントンってレアードマーティンが打ち出したらね、いい形になるのかなと。まあ結果ね、この6回っていうところがね、キーポイント。結果ね、楽天、2対5で敗戦というところになりましたけども、まあここね、やっぱ一番気になったのが、この対ロッテ戦、このね、まあ4勝3敗で勝ち越してはいるんだけども、パリーグ5球団の中で、ロッテに一番負けてんだよね。でその中で、西川、対ロッテ、2割と、パリーグの中で対ロッテが一番打ってない。で浅村、0割9分7厘と、で芝内、2割1分9厘で、マルモレホス2割1分4厘で、鈴木大地1割4分3厘と、西川浅村はロッテに対してパリーグで一番打ってない。で島内マルモレホスで鈴木大地は、2番目に打ってないっていう、このね、主力打たなきゃいけないところっていうのが対ロッテに対して全く機能してないっていうところが若干危ないね。だからそこら辺がどうなってくるのかっていうところがね、今後もポイントになってくるかなと。まあ結果ね、楽天の連勝が止まってロッテも連敗を止めるっていうところで、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていう結果になりました。続いてセリーグ、 DeNA 対巨人、5月10日3対1で DeNA、 そして1日挟んで12日1対4で巨人、結果1勝1敗の5分っていうね形になりましたけども、5月10日3対1で DeNA、 DeNA 先発ロメロ、7回93球4安打2三振3四球1失点と、まあ投球がね低く制球できて、巨人打線ねちょっと打ちあぐねるっていうね、あそこ低めに行って動かされたらねちょっときついかなっていうね。で DeNA はね初回3得点、これが大きかったかなと。巨人はね、山崎から桑原レフト前で、関根レフト前で、楠本デッドボールでノーアウト満塁になって、牧野ねレフトフライね、ちょっと前目だったけども、ウォーカーがね、まあ桑原足早かったけども本塁させず、でもあれはねウォーカーの精一杯のプレーでね、ここで1点取って、でこれ何が良かったかっていうと、二塁ランナー関根、一塁ランナー楠本がこのねタッチアップで二三塁に進塁するんだよね。これでグッとね。でその後外のね、レフト前カンちゃんで、2人帰ってきて3点っていうところで、このねセカンドランナー楠本グソールね、こういったところ好きなくね3点取ったのが大きい。でウォーカーね、あのだから外のフライもね、多分ね今日もそうだけど一歩下がるんだよね。だから前にねが取れないっていうところで、まあもう守備ね度外視で打ってくれればね何の問題もないんで、もう打つ方にね期待しましょう、巨人ファンの皆さんね。山崎はね、6回110球6安打5三振2四球2デッドボール3失点と、まあ初回のね3失点が、痛かったかなと。まあでもその中でね試合を作るっていうところでは非常にねピッチング内容としては良かったんじゃないのかなと。で DeNA はねリリーフ伊勢、もう顔が自信持って、しかも本人団のコメントでね、今自信持って投げれてますっていうね、もうそれ風格から出てる。ストレートで、ね、投げ込んで、3者連続三振グピッチ、その後山崎もね2三振でグルリリーフね。で巨人はねこの試合から、中田が1軍復帰、2安打、まあ、当たりはね、そんな大したいい値じゃなかったけども、こうやって2本ね打って、この H ランプがつくっていうのはね気分が上がっていくんで、そういったところでねこっからの連敗出すために必要かなっていうね、どこまで活躍できるかっていうところがねポイントの試合で、今日12日ね1対4で巨人というところで日本放送でね解説してましたけども、巨人菅野ねマウンドがねぬかるんでて、投球内容的には、6回100球5安打8三振2四球1失点と、まあでも雨が降っててね結構あのマウンドがぬかるんでて、足をね気にして足場投げにくそうな感じはあったね。でまあ立ち上がりはねこの対角線、右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースっていうところのストレートスライダーっていうところがちょっとね制球しきれないで、ストライクボールはっきりして、でも逆にね右バッターのインコースとか左バッターのアウトコースの投球はすごい良かったっていうところで、まあいきなりね初回1失点するんだけども、まあ、桑原にねレフトツーベース、これもねスライダー打ち取ってんだけども、ウォーカーが後ろに下がっちゃって、で下がってから出てから間に合わず、でセカンドのね中川が必死こいていったけどグラブで当てるけど取れなくてツーベースで、関根が送りバント成功で、楠本の初球ねこの対角線スライダーが甘く入って、もう少しでホームランっていうところのねタイムリーツーベースを打たれて失点するんだけども、まあこっからねキャッチャーの大城も考えて、その後ね
巻きとかインコースが虐待学生は良かったんで、インコースしっかり使ったりとか、そっからインスラとかね、右バッターに対して使って、まあその後ね、尻上がりね、菅野も調子台上がってきて、まあ結果ね、最後アウトコースストレートとかスライダーとか制球戻ってきたんで、そういったところでは大城のね、配球序盤のね、切り替えっていうところも良かったし、さすがエースっていうところで菅野のね、その尻上がりに状態をね、持っていくっていうピッチングも、まあ非常に良かったかなと。で3回表にね、ポランコで岡本がね、2本のホームランで逆転っていうところでは、まあ DeNA 先発大抜きね、全体的には7回91球、6安打5三振、1デッドボール2失点と、まあここまでね、6回が、4試合連続6回で交代してたけども、まあ今季初のね、7イニング突入っていうところで、まあこれはね、初回からストレートも力強いし、非常に素晴らしいピッチング、若干カウントの変化球行くなっていうところだったけども、勝負どころのフォークとか低めに集めてね。で、このポランコのとこはね、もう最後フォアボール出してないから甘め投げすぎて、まあライトにホームラン。で、岡本はね、フォーク落ちきらずね、ちょっとカウント取りの変化球がちょっとね、高めに浮いたかなと。まあでもね、7回2失点、ほんと、グッピッチ、上等だったかなと、思います。まあその中でね、もう巨人はミスが多すぎる。ね。記録には残らなかったけど、中川のショートとか、疲労からポロン、ね。で、ポランコのポロンチョとか、その王冠のやつとか。でもその中で、このね、ノーアウト2、3塁、4回裏ね、ヤマト、ね、ツーシーム、最後ツーシームで三振取って、で、柴田サードフライ、で、ビデイ軽減して大抜き三振と、このノーアウト2、3塁を踏ん張ったっていうところがポイントだね。逆に DeNA はこの4回裏、ノーアウト2、3塁を1点も取れなかった。しかもこのヤマトの時は、内野手が後ろに下がって1点 OK ですよっていうところで、あそこをね、最高はセカンドゴロよ。セカンドゴロを打って1点取って、なおもセカンドランナーを3塁進めて、ワンアウト3塁でもう1点狙おうっていうところのね、勝負ができればよかったけど、あそこ三振になって、で、柴田の時はね、内野手が前に来て、あのヤマトの時に、最低でも内野ゴロ打たなきゃいけないところ、気持ちは出てたよ、当てに行こうとするね。でも最後ね、当てきれずっていう三振、ここがね、痛かった。だから DeNA もね、ゲーム内容的にはね、勝てた試合だったね。相手のミスも、多かったし。で、5回もね、ワンアウトから関根で広岡ファンブルで出たけども、まあ、ここで楠本の時に、三振ゲッツ、大城、クスロー。ね。まあ、そういったところで、で、6回裏もね、牧野、ツーベース打ったけども、まあ、外三振、山戸三振、柴田フォアボールで、まあ、藤田がね、最後高めのストレート振らされる代打ね。っていうところで、まあ、菅野がね、よく踏ん張ったっていうところはあるけども、まあ、ウォーカー、中川、広岡、ポランコ、ちょっと守備陣足引っ張りすぎ。ね、本当にでもエースの風格でね、そこにも動じず、非常にね、素晴らしい。怪我明けとしてはね、非常に素晴らしい。原監督もホッとした一戦だったんじゃないでしょうか。結果ね、1勝1敗5分でした。続いては、ヤクルト対中日、5月10日0対1で中日、11日、0対2で中日、12日3対1でヤクルト、2勝1敗で中日の勝ち越しっていうところになりましたけども、10日ね、1対0で中日、ヤクルト先発岡は7回100球5安打4三振、1四球1デッドボール1失点と、本当は画面上ね、投球の感じはわからないけども、やっぱ再調整開けてからは、明らかにボール自体が強くなったと思うんだよね。でも画面上は再調整前と再調整後もそんなに変わんないんだよ。しっかりコースにも投げてるし、でも明らかに躍動感とフォームの力強さっていうのはこの再調整後出てきたんじゃないのかなと。で、その中でね、ストレート変化球って投げていくから非常にね、グッピッチになって、そんな相手にね、そこまで連打っていうところを許さずね、1失点で抑え切ったと思います。で、中日先発ね、小笠原、6回83球4安打3三振2四球無失点と、まあ左腕をね、コンパクトに使って、最後まで、ね、体に隠れて、巻きつくように出てくるっていうところで、バッターにはね、なかなかボールが見えなくて、思った以上にスピード感。で、そっからね、ナックルカーブっていうところが、ポーンって、腕よりも後にカーブが来るぐらいの感じの緩急、そして、縦割れの鋭さっていうところがついて、ヤクルト打線ね、対応しきれずっていうところで、小笠原非常にグッピッチングだったかなと。で、その陰にね、隠れることもなく必死でね、リードしたのがキャッチャーの石橋。木下がね、今離脱してるっていうところで、ジェスチャーも低く来いみたいなね、感じで、非常に気持ちも出てて、指示も明確で、小笠原をね、引っ張ったリードっていうのは非常にグッドだったかなと。で、4回表ね、アリエル・マルティネス、ライトへね、一発ホームラン。で、まあ、これ1対0なんだけどね、6、7、8もチャンス作ってるんで、ここでもう一本出たらもっと楽な展開だったかなっていうところはあるけども、まあ、しっかりね、リリーフ陣も踏ん張って、まあ、ヤクルトはね、連打が出ず、単発でね、終わったっていうところで、まあ、得点できずっていうね、まあ、これはまあ仕方ない。まあ、小笠原にね、やられちゃったかなと。
で、11日、0対2で中日っていうところで、中日先発岡野ね、5回59球、ノーヒット、4三振2四球無失点と、まあノーヒットノーランでね、交代になりましたけど、ストレートがね、体重がしっかり乗って、力があって伸びがグッとっていうね。で、そこから変化球で曲げたり落とすっていうところでは、ちょっとね、相手打線苦労したかなと。で、その後ね、山本祖父江、清水は、ライデル・マルチネスと、山本の被安打1のみで、ヤクルト1安打。ね、グッと、リリーフ、ピッチャー。ね。で、まあ、ヤクルトはね、もう1安打じゃん、もう完敗。ね。で、ヤクルトはね、吉田2年ぶりの先発っていうところで、まあ、4回3分の2、95球、6安打4三振、3四球、1失点と、まあ、ピンチね、作るもしっかり踏ん張って、まあ、試合を作ったんでね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、まあ、2回ね、アリエル・マルティネスの2試合連続ね、ホームランっていうところでね、まあ、なんとか最初ね、得点だったけども、相手に点をやらず、中日がね、しっかり勝ち切ったかなと。ね。で、5月12日、ね、3対1でヤクルトっていうところで、中日はね、8先発上田。5回82球、4安打4三振、2四球、1デッドボール、3失点と、まっすぐカット、スライダー、チェンジアップのコンビネーションで投げて、まあ、立ち上がりね、球が、高く浮いたところをね、一気に持っていかれて、まあ一番ね、センター、塩見がね、センター前ヒット。で、山崎の時に、このランエンドヒットかエンドランっていうところでね、タイムリーツーベースで行って、で、山田がね、タイムリーヒット。これ全部高いんだよね。そこをね、うまく仕留め切られて、一気にね、2点取られちゃったかなと。でもそっからね、2回以降は、尻上がり良くなって、低めにしっかり集めて、まあボールね、多少ばらついたっていうのはあるけども、低めにしっかり集めて、投げ切って、その後ね、まあ5回に、山田哲人にね、犠牲フライ打たれて失点するけども、非常にね、初先発としては試合を作ってね、グッピッチングだったんじゃないのかなと。あとこのね、5回、塩見がね、ホーム、なんか、滑っとけよかったのにね、まあキャッチャー避けたっていうのもあるけどね、若干ちょっと足の具合がね、心配だけども。ね。で、まあ6回表ね、高橋周平の、ゴロで1点取るけども、まあ8安打打ちながらも、まあなかなかね、ちょっと厳しかったかなと。で、ヤクルトもね、やっぱりリリーフが素晴らしいんで、今野、宇部のね、マクガフと、完璧にね、リリーフを、使って、まあこの試合はね、ヤクルトがしっかり勝ち切ったかなと。まあ結果ね、2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いては、阪神対広島。5月10日、0対3で広島。11日、2対3で広島。そして12日は、雨天中止。ということで、広島の2連勝で勝ち越しっていうところになりましたね。10日、0対3で広島っていうところで、広島先発とこだね。9回、126球、5安打7三振、1四球、無失点と、完封。グッド完封。ね。まあ、対角線の精度が完璧っていうね、右バッターへの、アウトコース、左バッターへのインコースっていうね。で、特に対佐藤へのね、うちのあのツーシーム、ガーッコースも高さも完璧。ね。で、その中で、大山にはね、うちのストレートを外で叩いてズバッといくね。マルテに高めのストレートでね、三振取るっていうね。この二人のね、しっかりね、うちも使って三振を取ったっていうね、外中心だけどうちっていうところでは、非常にね、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。で、阪神先発は西。6回105球、7安打3三振、1四球、2失点と、非常にね、グッピッチ。ね。援護なし、仕方ない。ね。まあ、1回5回、ピンチ作るも、しのいだけどもね。まあ、2回もね、2アウトから、琴の間はね、ヒット打つも、2アウト1塁でね、上本しのいだりとか。まあ、5回も、2アウトからだったけども、床田ヒット、中村ヒットで、2アウト1塁になって、菊池でね、ピンチ作りながらも、西ね、しのいできたけども、6回ね、西川ヒットでマックブルームにツーランホームラン、打たれて、で8回表はねピッチャー岩佐に代わってもう大乱調デッドボールでマックブルームライト前で坂倉デッドボールで小園にねタイムリーヒット打たれるっていうねところでこの失点の仕方バーッと岩佐バーッと。でもここからノーアウト満塁から浜地出てきて相沢センターフライ上本ファーストファールフライで床田三振と浜地ガッツグッチリ試合がね一気に壊れるところをねしっかり踏ん張り、切ったかなと。でまあその中ね9回最後のね攻撃で近本、ピッチャー強襲内野安打中野ライト前ヒットでノーアウト1・3塁チャンス作るんだけどもマルテ佐藤大山が連続アウトで、得点できずっていうねところではもう完敗って言ったところでしょうかね。11日3対2でね、カープっていうところで、広島先発クリね、6回3分の2、97球、8安打5三振、2四球、2失点と、まあ初回ね、制球定まらず、高くなったところをね、2失点、
してしまったんだけども、まあ、広島もね、初回、堂林の、センターツーベースで、菊池バンド、ワンダウン三塁になって、西川ね、ショート、三遊間に飛んでね、結果内野安打になって、これ一得点になるんだけども、ワンボール、ツーストライクから、阪神のね、守備位置は後ろに守って、もう1点 OK っていうところになってるから、もう追い込まれたから、最低でも内野ゴロっていうところで、バットを上から被せて、絶対ゴロを打つんやっていうところで、ショートに打ってね。で、まあ、飛んだところがね、ちょうど三遊間だったんで、内野安打になったけども、その姿勢、技術、含めて、ガッと、西川。ね。そこで1点取って、あ、いい形でね、また今日もカーブが先制したなっていうところで、2回ね、阪神、ワンアウトから、中野フォアボール、で、マルテがね、外のカットボールをレフト前。で、佐藤、ライト前でね、1点。で、大山アウトになるけども、糸井がね、2アウト1、2からライトへ1点というところで、しっかりね、初回で逆転して、よし、今日はタイガース行くぜっていうね、ところだって。で、その中でね、広島もチャンス作るもね、1本出ない中で、また6回。ピッチャー渡辺に代わってね、マクブルーム、レフト前、坂倉、セカンドゴロ。で、ここで小園がね、ライトへ、タイムリースリーベースで同点になって、末金がセンター犠牲フライ行くんだけども、ここでピッチャー、小園終わった時点で末金でピッチャー変えてもよかったよね。この試合、秋山をね、4回で変えるっていうね、もう非常の絶対勝ちに行くんやっていう姿勢の中で、この末金で、もう次の回ね、負けててもアルカンタラ出してるんだったら、このスネカネのとこでアルカンタラ出して同点でなんとか終盤で1点勝負っていう采配を俺は取ってもよかったんじゃないのかな。まあ結果論になるけどもね。じゃないのかなと思います。で、阪神もね、5-6、5-7-8とチャンス作るも1本出ずっていうところで、マルテにね、この1打席目、カットボール外打たれたことによって、3回の2打席目にシュートで連投で抑えるんだよね。打ち連投で。そしたらもうマルテが気にしだして、4打席、5打席目、チャンスで、外のチェンジアップも、外くるくる回って、2、3振と、チャンスで凡退するんだよね。これはね、カープバッテリー、非常に素晴らしいリードだった。まあ、初回ね、この、逆転されるきっかけを作ったマルテのカットボールをレフト前っていうところがあって、打ち攻めで最後外に変えるっていうね、これ後手踏まないで、この2打席目にしっかり打ちつけたっていうのは、非常にね、バッテリーの勝利だし、その後ね、まあ、5回2アウト3塁で丸で回ってきてね、チェンジアップ三振。7回もね、ワンアウト満塁で回ってきて丸でね、ワンバウンド、またチェンジアップ三振。で、その後佐藤もね、ターリーに代わって三振するんだけども、それクリが攻めてね、そうすると。これは、よかった、この流れ。もし見えたら見て、このね、3回の2打席目の丸で、シュート攻め。そっからの5回7回ピンチで落とすっていうね、完璧な組み立てです。ね。まあそういったところでね。まあ広島はね、7回8回、ターリー、森浦、グッドリリーフ。ここがね、しっかりピンチをね、の目を積んでリリーフできたっていうのは非常に大きかったかなと。若干負けてるとき、やっぱりカープね、リリーフがバタバタって打たれたときもあったんで、このね、森浦、ターリーっていうのは非常に素晴らしいリリーフだったかなと。タイガースはね、やっぱり、もう一本っていうところがね、出ず、2連敗。カープと2連勝で終わりました。はい。さあ、ということでね、全部終わりましたかね。さあ、明日からというか、ね、今日だね、変わって、ちょっと天気が心配だから横浜あるのかなっていうね、ところはありますけども、猛暑送り事故行きましょう。札幌ドーム、ね、日本ハム対ソフトバンク。ソフトバンクの皆さん、ビッグボスの勝つで、若い選手がやらなきゃって言って、勢い乗ってきてますよ。気をつけて。日本ハムの皆さん、ソフトバンク、東山が、どう人どうなんして、ピッチャー陣、行き上がってますよ。ね、抑えられないように気をつけて。西武楽天。楽天の皆さん、高橋コーナー28イニング継続で無失点中です。ね。ここ気をつけないと。あと山川打たれたら終わりだよ。気をつけて。西武の皆さん、楽天、今、2連敗で沈んでます。ここ、叩きどころですよ。エース高橋コーナーでガツンといって山川打っていきましょう。勢い乗って、ね。首位縮めないと離されちゃいますよ。オリックス対ロッテ。オリックスの皆さん、佐々木朗希来ますよ。そんな何回も負けてられませんよ。バチバチバチ。確かにコロナでいない、吉田もいない、若いやつバチバチバチ行かないと、何回もやられたら恥ずかしいよ、ね。ロッテ皆さん、オリックス、人がいないですよ。今、叩き時、どこで勝っても一勝は一勝。ね。前のカード、ソフトバンクに表3枚で負けてるから、ここはしっかり勝っていきましょう。ね。さあ、続いてセリーグ。巨人対中日。巨人の皆さん、中日先発王の完全試合、ならなかったけど、ほぼ完全。
しっかり。あと守備。巨人の皆さん守備。頑張んないと。中日にやられちゃいますよ。でも中日もね、そんなに打ってないから、ね。ピッチャー陣踏ん張ってガンガンガンって打っていきましょう。中日の皆さん、ジャイアンツ、エラーしまくりますよ。しっかり、ファーストまで走って、突きついていきましょう。チャンスありますよ。ゴーゴーゴーですよ。ここで勝って、首位行きましょう。ドラゴンズ。ね。DeNA 対阪神。DeNA の皆さん、タイガース。接戦をものにできない。若干打たないんで、強気のピッチング、今なら必要ですよ。阪神の皆さん、青柳で勝って、惜しい試合してるんですよ。惜しい試合。全く通用しないわけじゃないし、全くノーカンじゃないんですよ。惜しいですよ。あと一つなんですよ。このやつを埋めていきましょう。ね。雨かもしんないけど、雨柳さんに頑張ってもらいましょう。ね。広島対ヤクルト。カブリ皆さん、ヤクルト、無失点、止まりましたよ。ね。点取ってきました。ね。でも、塩見が若干どうかな。ね。ガンガン、ね。大瀬良で叩いて、一気に首位浮上、カープ、行きましょう。ヤクルトの皆さん、広島、若干勢い乗ってきてるんで、序盤失点しないようにしましょう。ね。序盤大切。で、パーンと行って、ね。ここ、しっかり叩いてね。首位、キープ。ね。首位、確保。っていうところがね、必要になってくるんで、序盤戦い、頑張っていきましょう。さあ、ということでね、猛暑力事故も終わりましたけども、週末ね、どうなっていくのか、プロ野球を皆さんで楽しんでいきましょう。そして、総チェックをしっかり見て、勉強していきましょう。ということで、週末、頑張っていきましょう。